伊勢大宮学は、獅子舞を舞いながら、諸国をめぐり、かつては、伊勢神宮、現在では、伊勢大宮学の紙札を配布して回る、かぐらしのことを指し、講義には彼らの行う芸能の総称を含む。大宮学士たちは、かっこでヘッつイ払いを行う際に獅子舞を舞うが、それ以外にも、特定村落の陳述者形代などで、総舞いと呼ばれる、娯楽要素の強い芸能を披露する。 1954年には、三重県の指定文化財となり、1981年には、特に放課の芸形を残す演目は、芸能史的に貴重であり、獅子による曲芸という芸体にも特色があると認められているとの理由で、国の重要無形民族文化財に指定されている。また伊勢大宮学には、古来より、同種類の豪と呼ばれる異なる伊勢大宮学が存在しており、 非常に類似した名称で活動していることが、桑名市側に報告されている。これらは、県や国の重要文化財指定である、伊勢代神楽校舎とは異なる風習として認識する、必要がある。また、伊勢大海楽のような、太し表記が用いられることが、多いが正式には、伊勢大臣楽である。伊勢大海楽がの起源は、諸説あり、450年から600年の歴史を持つと、 言われる。本拠地は、三重県桑名市大雄にある、増田神社。江戸期の伊勢大見和学は、江戸幕府、神宮双方より、新職身分を許可され、各国大名とも強いつながりを持ち諸国を、会談していた。2016年現在では、山本玄大雄森本忠太雄山本勘大雄加藤菊太雄石川玄大雄ら5つの家元の活動が、 報告されているが、最盛期には十二の家元が全国を、会談した。最盛期には、桑名太夫に十二家の家元があったと言われるが、現在は、東は倉川家、石川玄太夫家を含め五家のみが存続しており、廃業した家元の旦那城の一部は存続する、太夫家に引き継がれている。二十三代目、山本玄太夫伊勢大見和学の宗家であり、象徴である。 野号の通称は北山。東大の玄太湯は、異世代神楽校舎の校舎長を担う。二十二代目、山本玄太湯は、異世代神楽校舎の創始者であり、現在の伊勢大見和学の石を築いた。また、太湯たちの神樹神である増田大明神は、玄太湯家の屋敷神である。社中所属の大神楽ら市の人員数や活動権の、広さは五つの社家でも別格に値する。 慶長年間に太夫村を開発した2名の一人。山本下太は山本家の祖先であり、三重県鈴鹿市山本町に鎮座する伊勢和幸宮椿大臣者に執事を持つとの伝承も存在している。古来よりの旦那城は滋賀県、福井県、大阪府。野号の通称は東森本。森本家独自の彩色や習慣も多く、 現存する五つの鮭において最もイニシエの様式を残すと言われる。また、特に、四子前の巻いて、音玉においては一貫して、改変を行わず、古式の手が現代までそのまま引き継がれていると伝えられている。階段においては、四枠諸島や小戸島など本土を離れての旅を行う、唯一の社中でもある。現在は、世代交代の時期を迎えており若手が多数。 入門している。古来よりの旦那城は、滋賀県、京都府、岡山県、香川県。家元は、異世代神楽校舎の責任役員を担う。野号の通称は東山。最盛期には、文家を排出するなど宗家現代優をしのぐほどの流盛を極めたが、明治30年には、後継者の引き継ぎ手がおらず一度活動を休止している。その後も、昭和期に、 後取りが相次ぎ戦士に見舞われるなど、半世紀以上の活動休止を経て、昭和46年に再高を果たした。東大は、再高二代目である。一度再高を経験した社家らしく全国各地での、階段、相前の復活に力を入れるとともに、各種メディアへの出演や社中公式ウェブサイトの、独立運営など、伊勢大見和学の枠を超えた活動を行う社中である。古来は、 滋賀県、島根県、兵庫県を主な旦那城としていたが、最高後は滋賀県、大阪府、岡山県、広島県を旦那城としている。家元は異世代神楽校舎の責任役員を担う。山本勘太夫と神ら支配を過食としていた、公家、寿命院家と深いつながりを持ち、主に鳥取県を旦那城としていた、加藤孫太夫の分家にあたる社家。 誕生は、明治期であり、異世代神楽ら校舎の歴史において最も、新しい社家である。旦那城以外での葬埋披露や、講演活動にも力を入れており、出雲大社と伊勢神宮双方で奉納を行う、唯一の社中である。また、全国各地に伝承が残る伊勢代神楽系の、保存会の中で唯一、伊勢代神楽ら校舎奇襲支部、山城を治む社中を、株団体として、 公認、交流している。現在は、世代交代の時期を迎えている。古来よりの旦那城は、滋賀県、鳥取県、岡山県、島根県、大阪府、兵庫県。江戸後期明治初期まで多遊村と勢力を二分していた、東阿蘇川村系の家元である。多遊村の家元たちが、増田大明神を祭人として、再捧ぐするのに対し、東阿蘇川村の家元たちは、 高宮大明神を祭人として、再捧ぐしている。当安倉川の伊勢大見和学が衰退を始めたのを、木に、活動の拠点を桑名へ移し、伊勢大神楽校舎の家元として、松田神社の祭礼に参加している。なお、2008年に社家である石川家が、伊勢大神楽校舎へ、名石返還を行ったため、現在は、山本勘太夫の分家が名跡を継ぎ社中を、引いている。 旦那城に応じて、加藤玄太湯、伊藤森蔵など救命で活動を行っている。滋賀県、和歌山県、大阪府、三重県を旦那城としている。桑名以外に本拠を置きながら公式に、伊勢大神ぐら校舎に加盟が認可された社中も存在する。三重県尾瀬市の山城を治む社中では昭和に、地元の学団が、東は倉川慶伊勢大見和学の石川、 現代ゆくから、神楽の伝承を受け、地元の少年たちが、神楽の習得に励んだ。後に、伊勢大神楽校舎から、株団体として、正式に認可されており、同社中の正月、伊勢神宮の、おかげ横丁会談、総前は、大変有名である。伊勢大神楽校舎所属の社中として、他の社家と遜色ない活動を続けており、三重県、奈良県を、 主な旦那城としている。注意点、森本長田夫など、上記の鮭は、廃業に際し、親族が、三重県桑名市増田神社、増田大明神に、病石、獅子頭、御霊の返還を行っている。廃業した鮭の病石を名乗る団体が、現在も活動している例が報告されているが、旧鮭の獅子頭、三玉、病石は、松田神社及び、 伊勢大神楽校舎にそれぞれ変換されており、現在、同盟を名乗る団体と、増田神社に一切の関連はない。発祥と推察される近世における、伊勢大海我が区の太夫の身分は、新職身分である。太夫たちは、各国の大名と強い師団関係を築いた上、幕府公認の下で諸国に、旦那城を築いた。各藩の領内を、海岸する際は、まず城内にて、 相米、神楽奉納を取り行っており、藩主の五分長級国家安全などを記念した。桑名市には現在でも、各藩の通行手形、往来手形に加え、江戸幕府より授かった、神道再挙書、伊勢神宮採取からの神道伝授の署名である、最縮出し文などが厳重に保管されている。完成九年上司の伊勢三宮名所図絵巻きの3に、 太夫村に関する記述があり、桑名の金村なり、このところより大神楽寺姉妹6組、また、三重郡阿倉川村より6組、未条12組いずる、諸国へっつい払いをなす。ゆえに太夫村というと記されている。太夫村の開発は、山本十上門、山本下有の二名によって、慶長年間の前後に開発されたと伝承されている。 終わり国津島神社の御師である、四職三十個と大見和学を制御とする神楽職十二個の全四十二個の村であったため、桑名藩主、松平貞綱が尊名を多夫村と名付けた。十二月二十四日、総前の様子。松田神社は、伊勢大見和学の多夫たちが放祭する彼らの守護神で、あり通称、松田大明神と呼ばれる。祭神は、アマテラス大神。 おかみなり命、共通種命、受け持ちの命のち柱である。一年を通じて多勇たちは、階段の旅を続けるが、本拠地である、増田神社では、年末の霊体祭を中心とする年中行事が式を、通じて取り行われている。霊体祭翌日の12月24日の祭祭では、すべての家元が祭祭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 祭 全国から参拝者が集まる。伊勢大神楽校舎の象徴、和楽門かつては、伊勢国区は内外にも終わり国、三河国などで、伊勢大宮和学を制御とし活動した村、集団が存在したことが確認されている。旅芸人や遊芸者など、複数の伊勢大宮和学を名乗る、同業種が、全国各地で活動するに至ったため、近世に入り本拠地である桑名太夫を中心に、 同業者組合を設立し明確な規則づくりが進められた。本拠地である、太夫村の社家に加え、かねて、より太夫と交流が盛んであった、東麻生川村の社家も一部が組合に加盟し、江戸後期には、伊勢大海和学の同業種組合、四死前同盟が結成されている。戦後、宗教法人法志向に伴い宗教法人、伊勢大神楽校舎となった。 現在の伊勢大見和学の活動範囲は、三重県、滋賀県、和歌山県、京都府、大阪府、福井県、兵庫県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、島根県、香川県の2府11県に及んでいる。また、2008.2009年の加藤菊、多有社中による韓国公演など、旦那城以外への公演活動も積極的に行われている。 内空三州伝の舞台での相埋の模様絵時の桑名は東海道における伊勢国最初の宿場町であり、厚田から伊勢に至る回路、七里の私はお伊勢参りの名所として知られる。中世には伊勢神宮の新人の活動が行われ、文治元年には神宮領を管理する役所が置かれるなど、古来より伊勢神宮と桑名には深いつながりがあった。多村の家元たちは、 江戸時代に伊勢神宮採主より神道免許を受け、神宮大麻を持ち全国を会談した。また、12月23日に増田神社にて取り行われる、神港は年に一度本殿のお扉が開放され、増田大明神の降臨を迎える、最も尊ばれる祭事であるが、この祭事は、江戸時代年に一度伊勢内宮の越し、荒木田孫福たち太夫を太夫村にて迎え入れ、 共に祭事を行ったことに由来したものである。かつては、仙宮の年のみ内宮、下宮にてかぐら奉納を取り行うのみだったが、現在では、毎年4月14日には前、家元、かぐら師たちが内宮へと、五角打ち参りし、内宮三修殿の舞台にて、総前を奉納するなど、明治4年の神宮改革を経てご指制度が廃止となった現在でも、 神宮とのつながりが続いている。伊勢大海和学の各社中は、古来より受け継がれてきた旦那城を今日まで守っている。宗家、山本玄太夫の一年を例示すると、一行は大晦日に、三重県桑名市を出発し、同日中に、滋賀県愛知郡愛昌町に入る。元旦には、越地川の八幡神社にて一年の舞い始めを行った。あと、海岸をはじめ4月まで。 東大見市、大見八幡市、長浜市など、同県下を、会談している。4月14日には一度三重へと戻り、伊勢大神楽校舎の、前、家元、神楽氏たちが、伊勢神宮へと、五角内参りし、内空三州電脳舞台にて、総前を奉納している。5月には、福井県へ移動し、越前市、福井市、鯖江市を順次会談する。9月から、大阪府へと移り、 藤寺市、松原市、堺市、羽び野の市、と林だば山し市、市等を、会談し12月の上港に合わせ、桑名へと帰っていく。一年の大半を、会談の旅に過ごすと言われる、伊勢大臣楽だが、会談の最中であっても、三重県下での祭礼、行事の際は必ず一度桑名へ戻っている。4月2日は太夫たちの菩提寺である、桑名市大福田寺の、 ク名ナ聖火火渡り祭り、10月13日には、ク名ナエヴァの神官神社にて、山本玄太悠組が、総前を奉納している。また、12月24日には、本拠地である太悠の増田神社に、伊勢大見和学の前家元が帰還し、総前を奉納している。2016年8月21日には、ク名ナ石鳥り祭りの総本山として知られる、ク名ナ奏者にて、 相前は奉納している。また、桑名市内の桑名市立中央図書館では、KCL 桑名市映像アーカイブスのコーナーが常設されており、伊勢大見和学に関する映像資料が自由に閲覧可能となっているほか、12月には24日の相前にかけ、館内に関連書籍の特設コーナーが設けられるなど、地域と密接した活動が続けられている。地元桑名、 クワナ奏者での葬米奉納の様子伊勢大見和学は各地の村落の神事祭事と古来より深い結びつきを持っている。そのため、家元が廃業し、伊勢大見和学の階段が途絶えてしまった地域では村人たち自身が神楽を舞うなど、地域の祭りへと姿を変え現在まで伝承されている事例も多い。大阪府河内長野の西大神楽では明治中期に 当は倉川系伊勢大海和学の伊藤心三組から村人が直接神楽を習得したと伝承され、今日では河内長野市の無形民族文化財の指定を受けている。また、現在の伊勢大海和学活動圏外で伝承が確認されている例もあり、青森県の下北半島一園では300年以上も昔伊勢大海和学より教えを受けて、 当地で独自に発展した下北神楽が伝承されており、平成30年に青森県むつ市大畑は大畑八万宮より山本神田雄社中が歴史のルーツであるとして、招兵を受け、階段、総前を奉納したことが双方より公表されている。伊勢大見和学には古くから発祥である三重県桑名市以外にも同名の伊勢大見和学を名乗る人、 団体の活動が確認されている。他府県の団体であっても、同盟で故障することから各メディアで混同して、報じられることが多いが、文化財の指定において、国の指定に、先だって昭和29年に、三重県指定文化財を受けていることからもわかるように、監査対象となったのは、三重県桑名市の伊勢大神楽校舎のみであり、他府県の団体を30県桑名の伊勢大見学と、 結びつけるのは間違いである。実際に450年から600年の歴史を持ち、伊勢神宮の第三を担った伊勢大神楽校舎と昭和に他府県で伝承、後発的に発生した伊勢大見和学の人、団体は無関係であり、異なる文化を第三者が名称によって混同しているのが実情である。同種類の号の中には、独自に法人化しホームページなどで、 三重県桑名市や松田神社を有意書としてを公表する団体も存在するが、これまで整合性の取れる記録は確認されていない。放課芸村内格好でヘッツイ笑いを行う際に、獅子舞を舞うとともに、村内部砂神社境内等で、総舞と呼ばれる芸能を批する。おおむね曲目に、舞とつくのが、獅子舞、曲とつくのが、放課芸と呼ばれる曲芸で、曲目の間合には、 チャリと呼ばれる、道家師と法課師とが一万歳を演じる。伊勢大見和学の始まりの儀式。左手にみ手蔵右手に鈴を握り、さやさやと振り鳴らして、アマテラス大臣や八百万の神々のご神徳を受け、鎮魂を行う。ゆっくりとした優美な舞い。鳥かぶとをかぶった猿田彦が二頭の獅子を誘導し、獅子はおつむを、左右左と振って、悪魔を払う。やがて、 獅子は、しばし眠ってしまうが、鳥の鳴き声では寝起き、天地四方を払い清める。誠に、荘厳な舞い。疲れて眠っている獅子の脇を、ささらをすり鳴らして猿田彦が跳ね飛ぶ。獅子は、じじ岩を開けるが、また眠ってしまう。猿田彦は獅子を起こそうとして、さらに跳ね飛ぶ。猿田彦が、獅子の後方をゆすると、お尻から、ひょっとこ面をかぶったマス人が生まれる。 サルタヒコが扇をひらひらさせて、獅子にじゃれかかる。獅子は、扇が欲しくて、サルタヒコにつきまとい、扇に向かって飛び上がったり、噛みつこうとしたりするが、なかなか奪うことができない。修練を重ねた獅子に、ついにサルタヒコは扇を与えてやる。獅子は大喜びして、乱舞する。アマテラス大臣に捧げる真意を折る、旗折りの火の動きを表した曲で、 あやとり糸のように倍を操る放火芸。二本の倍を空中高く放り投げることから始まり、やがて三本の倍を自在に操る。水を司る神々を称え、感謝する曲。特に農業に関係した水難、日照りなどが起こらないように、穀物の豊かな実りを祈る。クライマックスの長水では何本もの竿を継ぎ足して空高く掲げ。 長い竿の先から細い色紙を垂らし、翻させる。水の曲の後半は、皿の曲と呼ばれ、何本もの竿を継ぎ足した、長い竿の先で皿を回したり、皿を空中に突き上げて、再び竿の上に戻し、回したりする。人心の乱の時、大天王子は、一旦吉野に身を隠した後、桑名で宿泊し、増田神社のあたりから、伊勢神宮を擁拝し、 戦勝を祈ったと伝える。この古辞にちなんで、吉野舞と名付けられた優美な舞で、真剣を抜き放って、朝敵を討伐する様を表現する。舞に合わせて美しい神楽歌が歌われる。舞と傘を巧みに使いこなす。放火芸。テンポの速い爽快な曲。笹の枝葉に見てらをつけたい身だけを猿田彦が持ち、悪霊や、災わい木が襲ってこないように、番をする。 ところが、猿田彦がまどろみ、眠ってしまうと、隠れて、様子を伺っていた獅子が猿田彦に戯れかかる。最後に猿田彦は、弓だけを、左右左に振って払いきめ、獅子もその中を舞いき読める。法年を祝い、来る年も良い年でありますようにと記念する舞。から傘の上で、手まり、茶碗、銭など色々なものを回す放火芸へ。 物事が円滑にスラスラと回ってゆく様子を表した曲で、最後にマスを回し、ますます繁盛ということで終わる。まずおつむが宝剣を口に加えて、高く掲げ、天地四方を舞い清めて、宝剣で邪気を切り払う。悪魔払いの舞。静かな笛と力強い太鼓の響きとともに舞う神々しい舞である。笹ぐ島の曲ともいい、天照大臣の恩恵を射し、 一年十二ヶ月分の五等名を捧げ立て祭る。十二個の茶碗を巧みに積み上げて、検討になぞらえる。手拍子と太鼓に合わせて、神楽歌が歌われ、次に祇園林となり、最後は、おきひきの歌で終わる。一年の払いをするため、一月から十二月までの十二段で構成される。右手に鈴、左手に御手蔵を持ち、胸のあたりの前布を巻いて、 左手中指の先にかけ、尾の方も後持ちが、舞布を巻いて持ち、美しく、しっとりと舞う。左右左と清め払う。善良な沖縄、円満無欠で縁起の良い玉を持っていたが、獅子に奪われる。取り戻そうとするが、なかなかうまくいかない。ようやく玉を取り戻した沖縄突如出現しただるまとともに、大喜びで駆け回り、去っていく。大変ユーモラスな曲。 数本の剣を使い分けて、上下四方八方の邪気を払い、災いを除く。はじめに太鼓、手拍子に合わせて、神楽歌を歌い、その後数本の短剣を手玉に取る。これが終わると、六本の短剣を竿の上に乗せ、額に立てて、鈴と扇を使い、三番奏を踏む。伊勢大見和楽の最後を締めくくる曲。江戸時代、伊勢神宮に参拝を果たした人々は、 古市の遊郭で精進落としの遊びを楽しんだ。この曲は、その古市の賑わいを表現したもので、振袖姿の花魁に扮した獅子が日傘を差し、伊勢温度に合わせて花魁道中を行う。最後に獅子が舞布の中に顔を隠したかと思うと、オカメに早変わりして見るものを驚かせる。オカメが袖で顔を隠し、恥ずかしそうに獅子に乗り遊んで終わる。クワなし、 伊勢大宮学関連リンク、ありがとうございます。